とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園 Y、YY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日も、怨念クエストソロで、行きたいと思います。一番難しいところに今日は行くよ。で、装備なんだけども、今日はこれを使っていきます。ワンダリングタクト、だね。これで、行きたいと思うよ。まあこれともう一つどこにあったっけ、入手順で見れば早かったかな。これ鉄鋼アサルトライフル、これもいいんだけども、こっちの方はね、一発一発の威力が高くってでかいのよ、弾が。なんでこっちの方がどっちかというと強いかなって思うんで、これでいきます。で、さらに、魔除けの鈴つけてるので、陽気弾系のダメージが 120% アップしてます。では、行ってみようか。はい。とにかく、漆黒丸が強い。俺の漆黒に染まる。とにかく強い。近距離系で行った時は、もう回復アイテムが超ギリギリだったんだけども、こっちだったらそんなことないでしょ。まあまあ、攻撃はね、危ねえ危ねえ。とにかく、痛いと思うよ。ワンパンもしてくるだろうけど、ちょっと待って、おいおい。あー、なるほどね。この、アサルトライフルの方が、あ、ちょっとやべえな、これ。アサルトライフルの方が、隙がちっちゃいから、攻撃しやすいのか。かもしんないな。はい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 。いや、でもまあ、大丈夫っしょ、大丈夫大丈夫、普通に距離を取って戦っていこう。漆黒丸はとにかく硬いし強いから、まあ最後で OK。 はいはい、まずはこのねゾディアクとラストティーラインから倒そう。はいはい、前はほんとね、攻撃するたびに敵の反撃をもらってどうしようもなくなってたんで、それ考えるとこの遠距離系っていうのは怨念クエストですごく向いてるんだろうな。やばっ、アップで、でも全然見て回避ができるね。おっと、防御アップしやがったぜ。おお、そうか、クイーンズブリザードとかもね、全然前振りなしで撃ってくるからめんどくさかったんだ。そうだそうだそうだ、そういうのにも対応しやすくなるから。危ない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 、漆黒丸、オッケー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 、いけいけ。いや多分普通に近距離で行ってたらもうすでに HP 結構減ってると思うんだよね。それがこんぐらいで済んでるんで。おい、水星ランスもなんか反応できるぞ。よっしゃ。なんかゾディアックがちょっと引っ込んだな。オッケー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 。とにかく一体でも多く潰し出すと余裕になるから。よし、オッケーオッケー。とにかく同じやつをね、まずは攻撃しまくるっていうのがこのね攻略だもんね。もうちょい、うわっ、ぶねえぶねえ、よし、もうちょいバフをかけとけ。これ防御力も上がるんでね、お得なのよ。え、どこにいる、いないよ。あ、いた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 、イエイ、終わりだ。最後の最後になんかオーロラスマッシャーとか打ってこようとしてたな。はいはい、次ラストティーライン、こいつをやる。よし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 、ちょっと漆黒丸、まあまあダメージを与えていいけどね。でもラストティーラインだ、まずはこれもうちょっとしっかりとねターゲティングできればいいんだけどね、結構ブレるもんねターゲットが。ターゲットがブレなかったらもうちょっとやりやすいんだけど。
はいはい、ラストティーダイもうちょい。もう回復全然使ってねえな。危ない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 。あの通常攻撃すらもめちゃくちゃ怖かった漆黒丸がここまで余裕でいけるようになるか。うん、でも適正武器ってあるんだな。適正があるんだわ。はい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 。あーゼロストーン食らっちゃった。まあいいや、回復アイテムはまだまだある。この前は回復アイテムが足らなかったからね。もう全然余裕。まあ必殺技には気をつけよう。うん、奇襲とか結構フッと現れるからね、そこはちょっと気をつけていこう。グランドオーダースブレイクも大体見てから分かるから大丈夫か。はい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 、いいよ。でもあんまり調子乗ってるとワンパンがポチッとくるからね、そこは注意していきましょう。全然違うとこ打ってるよ、ちゃんと打って。全然なんか見当外れなとこに打ってたな。うん、ちゃんとターゲティングすればね、こんぐらい遠くても全然追尾弾を打ってくれるからいいんだよ。はいはい、いけいけ。いやー余裕だ、むちゃくちゃ余裕だわ。はははは、敵を寄せつけないよ、うん、寄せつけたとしてもこっちが逃げるから全然余裕だもんね。バスかけるで、また打っていく。あ、全然違うとこ打ってるよ、ちゃんとしっかり狙って。おお、でもう本気になってきた。はい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 。あ、違う、そっちじゃない、ちゃんと狙って。離れすぎてると必殺技も打ってこないんだ。ああみたいだね。闇夜の奇襲でスッとこう現れる感じがしてたんだけども、あれもちょっと中距離ぐらいからじゃないとやってこないんだろうね。アースブレイクもさ、中距離からの技か。うん、普通に離れてると何もできないんだなこいつは。ははは、本当にかわいそうだけど。イエイ。おっ、あっ、危ねえ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 。こういうのがあるからちょっと怖い。ちょっと暗闇になってるし、なんか全然そっちじゃないっぽいよ。ほらほら、全然違うとこに打ってんじゃん。まあ、暗闇だからダメージは多分今入れれないだろうけど。はいはいはい、ちょいちょいちょい、全然違う。ちゃんと当てて、よし、これでいったでしょう。はい、余裕。回復アイテム3回しか使わんかったね。いやー、適正アイテムってあるんだね。ここまで楽勝になるか、びっくりだ。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。